くりとでも動けばちょっとは楽だったんだけどな。そりゃだってオールマイト274キロあるんでしょ。いや痩せちゃって255キロこの姿だと。っていうか僕なんで海浜公園でゴミ引っ張ってるんですか。それはあれさ、君器じゃないもの。体だよ体。生半可な体では受け取りきれず獅子がもげ爆散してしまうんだ。獅子が。じゃあつまり体を作り上げるトレーニングのためにゴミ掃除。イエス。最近のヒーローは派手さばかり追い求めるけどね、本来ヒーローってのは奉仕活動。この区画一帯の水平線を蘇らせる、それが君のヒーローへの第一歩だ。入試当日まで残り10ヶ月で器を完成させなきゃ。そこでこいつ、私考案アメリカンドリームプラン。寝る時間まで。超ハードこれ、ついてこれるかな。そりゃあもう他の人より何倍も頑張らないと僕はダメなんだ。こうして地獄の10ヶ月は幕を開けた。公園の入り口前に運ぶんだ、トラックに積み込め。頂上に伴い、きつい。これ10ヶ月か。まんべんなく全身を作っていかないととてもじゃないけど間に合わないぞ。あらゆる状況にも適応できる。見つけることないのか。ミドリア、おい。プラス受験勉強。ノイローゼ？もう？これ。君、プラン守ってないだろ。やりすぎは逆効果だぞ。他の人より何倍も頑張らないとダメなんだ。きっと追いつけない。僕はあなたみたいになりたいんだ。あなたみたいな最高のヒーローに。見据えていたのは遥か先ってか。この行動派オタクめ、そういうの嫌いじゃないよ。おじさん、ちょっとプラン調整する。オールマイトはおじさんじゃないです。おいおいおい、指定した区画以外まで。マジかよ。オーマイオーマイグッネス。お疲れ。僕できた。ああ驚かされた。エンターテイナーめ、ほら見ろよ。これは10ヶ月前の君さ、よく頑張ったよ本当に。なんか鶴だな僕は。ん？オールマイトにここまでしてもらえて恵まれすぎてる。今さら何を。自分の頑張りだろうに。これは受け売りだが、最初から運よく授かったものと認められ譲渡されたものではその本質が違う。肝に銘じておきな。これは君自身が勝ち取った力だ。部屋。時間ないって。試験に遅刻するぞ。さあ、さあ、さあ。